昔ながらの古い町並みが今も残る金沢市大野町。この辺りに今日新しくオープンする駄菓子屋さんがあるということで、きっとここです。お花が並んでますよ。すごい、なんか古民家な感じですよ。早速ね、なんかお邪魔してみましょう。この日オープンしたのは駄菓子屋カフェ魔法の駄菓子屋チロル堂金沢店です。失礼します。わ、すごい駄菓子がたくさん並んでますね。いやー、なんか懐かしい、うん、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。オープンおめでとうございます。ありがとうございます。店長さんでやってますか？一応私たち5人のママなんですけど、ちょっとみんな呼びますね。あ、いいんですか？お願いします。みんな、かわいい。そしてそれぞれの個性が濃い。はいはいはい。この元気な皆さんでこのお店を切り盛りしていくんですね。そうなんですよ。なんかこうチーム名とかあるんですか？一応私たちやってみようっていう仲間チームになります。やってみよう。やってみようです。何でもやってみよう。これからもやってみよう。力いっぱいやってみよう。それではここでママさん5人組やってみようのメンバーをご紹介します。やってみないとわからない。気配りのスペシャリスト北川夏子さん。きっと挑戦しないことが一番の失敗。チームの花柴田美咲さん。思い出と経験と仲間を作ろう。数字に強いチームの参謀役能田美明子さん。面白きこともなきよ面白く。人の心を包み込む萩尾桃子さん、うん、人と地域と向き合うおかん集団。そして最後はひらめきの申し子リーダーの矢口ジュリさん。やってみようです。と派手に登場した5人は皆さん2歳から6年生の子供を育てるママさんたちなんです。リオンさん、今皆さんの様子見てどうでした？私も参加したいんです。ああそう、私もやっていいですか？なんか手に、なんか手に、やっぱりリオンといえばしゃもじでしょう。食欲全開、腹は12分目。やってみよう。はい、皆さんにお付き合いいただいたところで本題です。そもそもなんですけど、駄菓子屋さんをオープンするっていうのはまた何でやったんです？もともと奈良県生駒市にそのチロル堂本家があるんですね。でそこの仕組みがやっぱ面白いなって思ったのと、やっぱ子供が集まれる場所を作りたいなって思ったことがきっかけです。築100年の町屋を利用したお店、入ったところには懐かしい駄菓子が並びます。私もせっかくなんで駄菓子買ってもいいですか？あ、どうぞどうぞ。いいですか？どうぞどうぞ。もうね、懐かしいものが結構あって、これ分かる人おるんじゃないかな。この餅みたいなやつ、餅みたいな、餅かグミか分からんやつ。この爪楊枝でちょこちまちま食べるのがね、ちょっと奥歯に引っかかってこれベロの力取るみたいな、やったんですよ。懐かしい。これ未だにあるんですね。そうなんですね。と仕事を忘れて童心に帰る私。さあ、お店では子供だけが使える魔法を使って駄菓子を買いますよ。買う時に、はいはい、ま、子供が魔法を使えるって聞いたんですよ。そうなんですよ。本当は18歳未満の方なんですけど、今日は特別に100円でこちらガチャを回していただいて、はい、ちょっと説明したいなと思うんですけど。あ、いいんですか？どうぞ。じゃあ私は18歳以下の子供になったつもりでやればいいんですね。もう3歳の子供だと思って。3歳の子供、はい、顔ね。かわいいやろ。いや、かわいい。きついね、3歳。きついね、きついね、きついね。もうやっぱ30の中頃もダメね、本当に。ガチャガチャ、はい、なんか出ました。そしたらこの中には木札が、はい、ここで使えるチロル札っていうんですけど。あ、なんか本当だ。そうなんです。本当は1枚から3枚入ってるんです。はい、ちょっと1枚でしたね。 1枚でしたね。これが何になるんですか？これで100円分の駄菓子を買うこともできるし、この1枚で、カレーやポテト食事を食べることもできます。この木1枚でですか？子供は1枚で食べることができます。でも
ことはじゃあガチャによっては最大3枚だからってこと300円分、うん、そうなります。めっちゃ魔法じゃないですか。そうなんです。その仕組みがやっぱ面白いなと思って。奈良県の魔法の駄菓子屋チロル堂をお手本としたこの仕組み、店内にあるカフェで大人が支払う軽食やドリンクの代金の一部が子どもに還元され、子どもの100円が何倍もの価値になるんです。こちらのカフェスペースでは北川さん手作りのカレーがいただけますよ。なんかカレーも魔法がかかってるとか。そうなんです。とこちらのカレーはベストアグリフードさんという、お野菜を加工カットしているところなんですけど、そこから出る端材のお野菜を入れてまろやかに提供させていただいてます。食べたいです、はい、どうぞおかんのカレーどうぞ。おかんのカレーありがとうございます、はい、端材の野菜を使った食品ロスにも配慮したカレーなんですよ。お味は結構ルーにこのジャガイモだったとかその野菜の旨味が溶けてるし、お肉とかも入ってるからすごいなんだろう、コストパフォーマンスがいいんですよね。ご飯もたっぷりやし、で優しい甘めのルー、野菜の旨味が溶け出したルーかかってて、お家のカレーなんだけどもこうどこか懐かしさもあるみたいな、温かい心が温まるカレーです。お店のオープンは7月7日、この日にしたのにも訳があります。七夕にこうお願い事を書くっていうのがなんかやっぱ素敵だなと思ってて、でここに来るお客さんと私たちが出会うっていう意味もそうだし、その子供がこうお願い事を書いてもうみんなの願いが叶う場所になったらいいねみたいな気持ちで七夕にオープンしたかったんです。なるほど。じゃあここは人と人が会う、まあ、天の川みたいな感じだね。そういうことです。そう、これ天の川ちょっとイメージして。上にある星。そうなんですよ。一つ一つなんかコメントが書いてありますね。そう、素敵。みんながキラキラ笑顔で過ごせますようにとか、みんなの願いがここに集まっとるんですね。 そんな感じだと思います。私も短冊に願い事書かせてもらいました。お、何を書いたの？わあ、もう叶います。はい、この場所からたくさんの笑顔が生まれます。嬉しい。もう用意じゃないです。生まれます。願いが一つ生まれました。めっちゃ嬉しいです。こんな風に書いていただいて、なんなら泣きそうですね。嬉しすぎて。おはよう。よかったね。よかった。今日は本当にようやくや。ありがとうございます。もういつもお手伝いいただいて。オープンの日やってきたのは建物の持ち主川端俊久さんです。お店は10年前から空き家だった川端さんの成果なんです。改修後借り手を探していた時にやってみようと出会ったんですよ。私自身どうやってここ活用すればいいかとこの10年模索して、でそこへ彼女たちがですね直した結果のねこのものを見てくれてとっても気に入ってくれまして、でいろいろお話を聞いてるうちに、あ、面白いねということで、そうですね、親と買い手という感じじゃなくって、やるんだったら一緒にやっていくよっていうことで話をさせてもらってます。さあ学校が終わる頃、近所の子どもたちがやってきました。みんな魔法をかけられたかな。何買う。自分のこの町に、まあ、駄菓子屋さんができるって聞いてどう思った？めっちゃ嬉しかった。なんでめっちゃ嬉しい？この町に愛があるからそこまで。すごい、みんながこの町一つしかお菓子買うとこなかった。じゃあみんなこの駄菓子屋はこれからも利用する人、はい。このチロル動画大好きな人、はい。勉強好きな人、一緒に7日間あるがね、どのぐらい通うと思う？2日ぐらい。2日ぐらい来ちゃう？友達と遊ぶときとか。友達と遊ぶときにここ寄って、じゃあここが必ず遊ぶ場所になるかもしれんし、待ち合わせ場所になるかもしれんのや。楽しみやね。よかったね、オープンして。七夕の日、天の川の下に集まった子どもたち、今だけ使える魔法を使ってみんなはかけがえのないひとときを過ごしていましたよ。
いやどうですか、オープン初日迎えて大反響ですね。大反響ですね。すっごいこんなに来てくれてやっぱめちゃめちゃ嬉しいです。確かに今後こちらのお店がどんな風になってたらいいなとかありますか？もうちょっとこう今まだ初めましてになるけど、どんどんこう顔見知りになっていって、こういろんな話もしたいし、あの大きな家族のようにやっぱなっていきたいなってすごい思います。おかんマジックでこの地域から、まあ、石川全体を盛り上がっていくといいですね。いや本当に楽しみです。頑張ります。やってみないとわからない、きっと挑戦しないことが一番の失敗。思い出と経験と仲間を作ろう。面白き方もなきよ面白く、人と地域と向き合うおかん集団、ママさん5人組やってみようの挑戦は始まったばかりです。